セグンド、ビクトル・イバルボ・ゲレーロは、コロンビア・カリ出身のプロサッカー選手。J リーグ・ビファーレン・長崎所属。ポジションはフォワード。元コロンビア代表。2008年2月20日、17歳の時に、エンビガド戦でデビュー。2009年1月に移籍金400万ドルで、イタリア一部のウディネーゼ・カルチョへ6月から移籍する、ことで契約をしたと報告されたものの。 最終的に交渉は失敗したため、そのままアトレティコナシオナルに残留することになった。アトレティコナシオナルで2011前キリーグを制覇後に、イタリア一部のウディネーゼとカリアリカルチョが獲得競争を繰り広げ、2011年7月4日に移籍金230万ドルでカリアリと契約し、9月7日のノバーラカルチョ戦で初出場を飾り、 12月4日のカルチョカターニア戦でゴールライン際でボールを受けドリブルでニコラ・レグロッターリエとニコラス・スポンディのディフェンダー2人をかわして中央部に侵入するとさらにゴールキーパーのマリアーノ・アンドハルをかわして無人のゴールにボールを流し込み移籍後初得点を記録したその後ジェノア CFC 戦と再度カターニア戦で得点を挙げ移籍初年度の2011から12シーズンは リーグ戦、全三十八試合三得点を記録した。二年目は、二千十三年二月十日の AC ミラン戦で前半終了間際に、ダニエレコンティのフリーキックを体をひねりながら、頭でクリスティアン・アッピアーティが守るゴールに突き刺し、先制点を挙げた。二千十二から十三シーズンは、初得点を挙げるまで時間がかかったものの、3月1日の UC サンプドリア戦では、 キャリア初のハットトリックを達成。さらに、4月21日の SSC、ナポリ戦で、セリエ A 通算8得点目を挙げたことで、コロンビア人選手通算得点数で、アスプリージャ、ルイス・ムリエル、イバン・コルドバに次ぐ4番目となった。5月11日のユベントス FC 戦では、ペナルティエリアの角でボールを受けると、一気に加速して、 クラウディオ・マルキジオとアンドレア・バルツァリの間をすり抜け、マルコ・ストラーリンが守るゴールにボールを押し込み、9連勝中の王者からの勝ち点獲得に貢献した。この単独突破からの得点は、リベリア代表のジョージ・ウェアのようだと、複数メディアに評された。2015年2月1日、AS ローマへ、レンタル移籍買い取りオプション付きだったが、ローマは、 シーズン終了後に買取オプションを行使せず再び、買取オプション付きでレンタルした。夏の遺跡期限満了ギリギリの2015年9月1日、ローマとのレンタル契約を解除し、プレミアリーグマトフォード FC へレンタル遺跡。しかしわずか4試合の出場にとどまり、2016年6月末のレンタル満了を待たずに対団となった。2016年1月18日、 フルスでもある、アトレティコナショナルにレンタル移籍。6月末まで在籍した。2016年6月30日、ギリシャスーパーリーグパナシナイコス FC にレンタルで加入するが、2017年1月末で、レンタル移籍を満了した遺団。一時的にカリアルに復帰した。2017年3月15日、J リーグサガントスへのレンタル移籍が発表された。期間は、 同年12月31日までの約8ヶ月半。リーグ戦10試合に出場したが得点を挙げることができず、同年6月30日付で登録抹消となった。トスとの契約解除等についてのリリースは出されず、契約についてはレンタル元のカリアリと交渉が行われていると報じられ、7月28日に正式にトスへの完全移籍が発表された。 シーズン後半は15試合で5得点を挙げた。翌2018年もトスとの契約を更新し、公式戦9試合で4得点をマークしていたが、6月29日のトレーニングで負傷。全治7ヶ月の左膝前十字靭体断裂と診断され、7月23日に選手登録を抹消された。2019年7月16日、ビファーレン長崎。 えの期限付き遺跡が発表された。翌2020年、長崎に完全遺跡した。2007年から U-20 代表に選出され、2009南米ユース選手権に出場。2010年5月20日に、エルナンダリオ・ゴメス監督の下で、南アフリカ、ナイジェリアとの親善試合に向けて A 代表に初招集され、5月27日に、 ヨハネスブルグの FNB スタジアムでの南アフリカ戦で初出場を飾った。2013年11月15日のベルギーとの親善試合で代表初得点を挙げた。スプリント能力に定評がある。フォワードが本職だが、瞬発力を生かすために攻撃的ミッドフィールだとして、プレーすることも多く、その場合は縦に抜けてのクロスか、カットインしてのシュートが持ち味である。 また、体格、スピード、ボールコントロール能力、身体能力は、同国の英雄であるファウスティーノ・アスプリージャと比較される。ありがとうございます。